ワイヤーツイスターの使い方をご紹介します。ねじりたいワイヤーの先端を、ツイスターで挟んでいただき、グッと握ってこのレバーを下に下げます。これでロックがかかりましたので、あとはつまみの部分を引いていただくと、こんなに簡単にワイヤーがきれいにねじれます。ねじったワイヤーはツイスターの先端にカッターついてますので、これで切ることもできます。以上で使い方の紹介終わります。